まあ、こんな感じで天、とりあえず天王寺に着きましたからね。近年もこんなとこに広告だったらね、怒ってねえのか。ふわっとこっちに来たけど、確かこっちの声だと思うんだよ。いやこんな感じでありまして、あれなんも時間過ぎてますね。よっしゃ、まあ、風もたからな。ああ、大丈夫だよ、こっちや。ね、生産地とかもありますけど、こっちもやっぱこっちの海のあれがあるんですね。ああ、こっちの方はね、そういう。もう一度、入れてください。あ、160円に来ましたね。よし、OK。順当じゃないですか。いや、順当ではないですけど、もう8時だよ。8時じゃねえや。もう、え ?8 時40分か。これはまずいな。とりあえず、阿部の橋までは来ましたよと。あ、まあ、ここはね、天王寺駅ですけど、まあ、こっちもね、でかい駅ですから、あれでしたね、あっちの、ここもね、ターミナル構造の、口型のね、構造のところがあったんですけど、行っときゃよかったですね。ちょっとさすがに、フリーパスじゃないんで、もう一回入ることはできませんけど、まあ、あそこはあそこで有名ですからね。まあでも、ここも、やっぱ、阿部のハルカスね、できてから、大きく人の流れが変わったところの一つですよね。大阪阿部の橋、またはなお、天王寺ですね。もう、迎えたところですかね。ちなみに3回電車は奥の方ですね。あれ、3回電車に乗った時はまだカメラ回してなかったでしたっけね。多分そうですね。去年の夏とかにこの辺り一回ぐるっと回ったことあるんですけどね。住吉とかっちの方からね。そう。あの時はそうですね。なかったですね。ああ、これはまた、びっくりですよね。ちなみに、阿部の文字がですね、駅名はこっちもね、実名の字ですけど、なんか普段地名で使うのはこれじゃないですよね。人弁の方のなんか、あの倍の字ですね。1倍、2倍とかの、倍の字を使うっていうので、実は、結構そういうようなのがあるっていうのを、ね、聞いたことありますけどね。新宿ポスト、東京っぽいのがあるんですかね。適当に言ってますけどね。ああ、ビッグエコーが入ってますね。なんか東京っぽいですね。適当な、こいつな、ね。あ、でも。問題は宿ですよ。これ、宿確保しないとまずいですね。どうしような。どこまで行けるかなんですよ。こっから阿部の町で。で、とりあえずね、友達からも邪魔かかってきてるんでね。そんなから一緒にもしないといけないんですけど。阿部のバス停ってね。近所と百貨店の方も止まった感じですからね。まあ、とりあえずちょっと友達に電話かけました。ちょこっとでね、これ阿部の橋のね、地下通路の方から入っちゃいますけどね、まあ、ここから行きたいと思いますよ。よっしゃ、よっしゃ。さあ、ここからどうしましょうね。ありがとうございました。結構ここからどうするか悩みどころなんですよ。なんか変わりますけど、トイレ借りよう。ちょっとなかった。慌ててやったんでね。ああ、見とったら、とりあえずデラックスシートが取れましたんでね。これで行こうと思いますよ。深谷神宮前ね。とりあえず9時46分。まあ、ここからやったら、とりあえず、ヤギがその辺りまでは出れるでしょ。で、その辺りからちょっともう一回出れるという想定を考えましょう。デラックスシート。これ綺麗ですよね。こっちか。向こうじゃん。これって結構やな。こっち当たりましたね。
ケーキもあって、こんな辺り探そうかなと。とりあえず開発クラブとか、行ったことないんですよね、この辺り。狙いを取れてば、勝ち払ってみたの部下でありますけど、これが入ってればいいんですけどね。ここか、あとは狙いどころとしてはこっちもできるかなんですけど、矢尾なんでしょうね。近鉄矢尾なんだろう。これやったら結構来ますからね。この時間からやったら十分出れます。ちょっと逃げ道はある。八尾まで行けるのかな。ここか、あとは筒井ね。ここには大和工事山で、ここは各地区を残すと思います。新田鍋で連絡やから、いや17分も止まってるんだ。あ、56分向こうか。お客様にお願いいたします。とりあえずね、開拓からまだ空いてそうなので、そこ狙ってきたいんですけど、ね、そのこれで行った方がいいみたいですね。急行の止まらない駅になるみたいなね。逆に言うとそれが穴場になったのかもしれません。よし、この最大地域へ行きましょう。はじぬい、あ、これ笠縫いってところで降りたらいいみたいなんでね。あ、これで隠れてすぐですみたいですよね。とりあえずね、今ね、笠縫駅ってとこに来ました。橿原市らしいんですけどね。とりあえずここでね、からちょっと歩いたところに、満喫が、開拓クラブがあるんでね、そこで、とりあえずね、予約はできないけど、先着順にはなるらしいんですけど、今のところ空いてるらしいんで、ちょっと急いでそっちの方に向かっていこうと思います。あんまりちょっと緩いと読み取る時ないな。ここでね、今ね、埋まっちゃいましたって言われたらね、本当に野宿しかないですからね、多分。